マリオカート8はインターネットに接続しなくても遊べますが、接続すると世界中の人とレースで競い合うことができるようになります。また新機能のマリオカート TV を利用して自分のプレイ映像を投稿したり、世界中のプレイヤーが投稿しているさまざまなレースの映像を見て楽しむこともできます。それでは早速インターネットに接続してみましょう。インターネットの接続設定は Wii U メニューの本体設定のインターネットから行うことができます。画面の指示に従ってインターネット接続設定を行ってください。マリオカート8の通信プレイなどインターネットのサービスを利用するためには任天堂ネットワーク ID の登録が必要です。 Wii U メニューの Mi のアイコンをタッチし、任天堂ネットワーク ID を登録するを選択。画面の指示に従って登録を行ってください。任天堂ネットワーク ID が登録できればこれで準備完了です。ぜひインターネットに接続してマリオカート8や他の Wii U ソフトをお楽しみください。